じゃあ今日のメインは世界の大きな2つの問題の衝突を強調しています。エネルギーと水です。の多分皆さんは知ってるでもこのエネルギーと水の関係あるコネクションあります。どのコネクション あるいは私説明したいであの何ができますであのまずあの水のことをあの考えましょうあのたった1%の水があの飲み水として利用できます1%あのこの世界にあの残りはあの海水 地下水などが飲める水のほとんどです。川などの飲み水は少ないです。さらに地下水はバクテリアやウイルスの影響が少なくよりきれいです。 でもあの、一方、川などの水は汚染の可能性がありあの飲み水として使う前に処理が必要です。えっと、あのまたあの、食料産業に使う水は。あのあの 飲み水よりはるかに多いです。あのそう、ツメイキョチキン、チキンの,あの作りのためにあのチキンは毎日飲みます。だから、いろんな、い,いっぱいの,あの水が飲みますあの。私たちの毎日の水より、あのいっぱい水がいるあの、農業のこともある。 あの実際のところあの飲み水になる,はにになるのはあのたった10%だけです、10%。えー、淡水をあの農業やあの発電に使用することはあの大きな問題ですあのアメリカは発電のためにあの約50%の淡水を使っています。で あの残念ながらあの蛇口から出るきれいな水をあの使うことができる人よりあの携帯電話を持っている人のよの方が多いのです。で今ではあの中国あの中国があのエネルギーを一番多く使っています。 だから一番 <laughs> よく水使います、えー、あのその消費量が増えることで水資源の枯渇がさらにすす進んでいますでは知らなかったこれ私,私本当に聞いたら信じられなかったでもあの例えばあの中国の北の方にあのあの多分あの20年の後は水は ない。どうしてはこの水は中国の北の方いっぱいの人が住んでるそれと農業が多いそれとパワーが使ういっぱいですから多分20年でも中国の南でいっぱいの水だから多分今何がプランニングのことは南の水からはあの トランスフェルトゥダノ t トであのカナルとかに使いますであのであの世界にあの水資源の狡猾問題があることはあの誰でも知っていますでアフリカではあの女性はあの毎日何キロ大体11キロアベレージですでも十11キロ もう歩いて水を汲みに行きます。しかしあのこの問題はあの貧乏の国だけではないでしょ。あたぶん日本にたぶんあまり日本人たぶんあまり考えしないでしょあの水のこといっぱいあるおとといのあの台風がいっぱい水来ましたけどああののしかしあのこのあの 問題はあの豊かな国にもあります。あの例えばあのアメリカ,カリフォルニアであのカリフォルニアはお金持ちの場所でしょでも水はないでどうする <laughs> 水はないで行けないでしょ <laughs> だからあのあでで例えばあのこの水はあの海からあの多分聞いたことあるディサリネーションとかあの とかあの水が集めてらあのあの、スチームがキャッチしたら、それもディサリネーションですけど、それはエネルギー,エネルギーがかけるから、あのそ,れそれもあのあのエネルギーと水の関係です。